売国機関、星2。まんま現代のウクライナ戦争の縮図みたいなシナリオ。唯一の違いはこの漫画のウクライナみたいな国は国防力が弱かったために自力で防衛することができなかったために大国同士が勝手に停戦をまとめるというシナリオ。そこから売国機関と呼ばれるいわゆる憲兵隊が暴力を使って強制的に治安維持することで束の間の平和を維持するというシナリオ。テーマはイデオロギーの対立により内乱状態が続くよりも売国だと罵られようが束の間の平和を暴力使って押し付けた方が人的被害が少なくなるからいいだろうというシナリオ。ただしこれはケースバイケースだから必ずしもこのカルロ・ゲン外学戦争の終結の方法が全ての戦争にフィットするわけではない。例えばイラクなどはサダム・フセインが独裁していた時が最も国が安定していたし、ウクライナ戦争の場合は国家や国民の士気が高く、対抗できるだけの軍事力の援助がある場合は徹底抗戦した方が良い場合もあるから完全にケースバイケース。このカルロ・ゲン外学ように弱小国家の干渉国だった場合はイデオロギーの対立によって内戦化してずるずると代理戦争が続くよりも特務機関が暴力を使って抑えつけてから国民の怒りが収まるタイミングで緩やかに統治機構を回復させるやり方がベターだったりすることもある。漫画としては今霊夢が喋った通りその手の無双がはかどるタイプなら面白いのぜ。だけど全然エンタメしてないから多数の人族向けの作品ではないのぜ。